福島県会津若松市の一角に薙刀を手に戦いに挑む女性の像があります。彼女の名を中野武子と言います。中野武子は幕末の戊辰戦争の際、会津城下に侵攻してきた新政府軍と決死隊である上司隊の先頭に立ち、薙刀を振るって勇敢に戦い、22歳の若さで壮烈な死を遂げました。中野武子とはどんな人物だったのでしょうか。中野武子は1847年、会津藩士である父中野兵内と母中野高校の長女として江戸の会津藩藩邸で生まれました。武子には3歳下の弟豊典と、後に上司隊で共に戦う6歳下の妹政子がいました。父の中野兵内は和歌や書道への造詣が深い学者肌の侍で、母の高子は高端で男勝りの明るい人物でした。この両親の間に生まれた武子は幼少より聡明で、5、6歳の頃には小倉百人一首をすべて暗唱して、一字も誤ることがなかったといいます。7歳になり、藩邸で目付職にあった赤岡大輔から手習いや剣術を習い、次第に軍部の実力を身につけていきました。成長すると武子はさらに死を求め、同じ会津藩士の黒河内兼典から薙刀術や短刀術を、佐野読書から書道を習いました。何事もまっすぐな性格の武子は、薙刀術は免許皆伝になるまで極め、書道は右筆と呼ばれる大名の奥方の秘書役を務めるまでになりました。師の赤岡大輔は武子の前向きな性格とその抜きん出た才能を高く評価し、武子の父中野兵内に懇願して武子を赤岡家の養女に迎え入れました。会津藩では武子と妹の政子は美人姉妹として評判が高く、若い藩士たちの憧れの的でした。武子は負けん気の強い男勝りの性格で、道義に反したことをとても嫌いました。こんなエピソードがあります。ある日武子が庭で行水をしていると、男たちが覗きに来ました。それに気づいた武子は、女の裸を盗み見るとは卑怯なと、すかさず薙刀で男たちを追い払ったのです。父の赤岡大輔はそんな武子の激しい気性に次第に憂いを抱くようになりました。その頃幕府は薩摩藩長州藩と政治の主導権をめぐり激しく対立していました。不穏な空気が漂う中、戦の足音が刻一刻と近づいていました。平和な時代であれば、たとえ男勝りであっても武子は一人の女性として生きられよう。しかし戦になれば、武子は自ら戦場に飛び込むに違いない。武子を守るためには家庭を持たせるしかない。赤岡は武子の縁談を進めました。しかし時代の流れは激しさを増します。1868年1月、会津藩、桑名藩などの旧幕府軍と薩摩藩、長州藩を中心とする新政府軍が京都の戸川市で衝突しました。この戦いで敗れた旧幕府軍は次第に追い詰められ、ついに将軍徳川慶喜は降伏してしまいました。新政府軍はなおも抵抗を続ける会津藩に攻め込む準備を始めました。そんな状況に武子は、藩が存亡の時を迎えているに縁組どころではないと縁談を断り、赤岡家とも離縁し会津に戻ってしまいました。1868年3月、武子は生まれて初めて会津の地を踏みました。武子はかつての父、赤岡大輔が会津で開いた剣術道場に身を寄せました。結婚問題で養家を離れた武子を赤岡は快く迎えました。そして再び師の下で稽古をするようになったのです。武子は屋敷に子供たちを集めて読み書きを教え、道場では女性たちに薙刀を教えました。
しかしそんな日々もわずか5ヶ月ほどで終わりを告げます。1868年8月23日、会津藩若松城下に新政府軍の接近を知らせる早鐘が鳴り響きました。城下の藩士たちが城や戦場に駆けつける中、女性たちも薙刀を持って集まりました。敵を前にしても彼女たちは逃げることなど考えませんでした。なぜならこれまでの戦いで家族を失った者も多く、日頃から薙刀や剣術の稽古に励んできた彼女たちにとって今こそ父や夫の仇討ちの時だったからです。敵に人たちでも浴びせたい、それが誇り高き会津女性の思いだったのです。竹子も薙刀を手にし、母の孝子と妹の雅子と共に若松城に急ぎました。しかし敵の進軍が予想以上に早く、すでに城の門は閉じられており、竹子たちは城内に入ることはできませんでした。そんな折、竹子らは同じ道場の薙刀の稽古仲間である井田真紀子、その妹の菊子、岡村須磨子の3人と出会いました。彼女たちは日頃鍛錬を重ねた薙刀を生かすのはこの時ばかりと、自発的に義勇軍を作りました。そこに入城できなかった婦人らが続々と薙刀を持って集まり、その数は20名以上になりました。女性ばかりのその部隊は後に城主隊と呼ばれるようになります。竹子らは会津藩主松平片森の姉照姫が城下の番芸へ避難したと聞き、照姫を警護するべく番芸へ向かいました。しかしそれは誤報で、番芸に照姫の姿はありませんでした。翌日、竹子たちは照姫が会津若松城にいることを知り、再び若松城へ向かいます。その途中、城下の高久宿に会津藩の家老茅野権兵衛がいることを知った竹子らは、茅野に会津藩兵と共に戦うことを願い出ました。しかし茅野はいかに会津藩存亡の時とはいえ、戦場に女性を送り出せば会津は戦に女性まで駆り出したと他藩より物笑いの種にされよう、鉄砲の前に薙刀など役に立たぬ、それより城にとどまり炊き出しや怪我人の手当てに当たってほしいと言いました。しかし竹子は、戦に加えてくださらないのなら全員この場で自決しますと決死の覚悟で茅野に迫りました。その気迫に押された茅野は竹子らの従軍を認めました。この時竹子たち城主隊は全員髪を短く切り、断層した姿であったと言われています。8月25日朝、城主隊は会津兵400名ほどの一隊に従い出発しました。そして会津若松市内の湯川に架かる涙橋で新政府軍と遭遇し、戦闘になりました。圧倒的兵力に最新鋭の銃を装備した新政府軍に会津軍は苦戦し、死傷者が相次ぎました。竹子は城主隊に向かって、みなこの地を死に場所と思い切り込めと薙刀を振るって真っ先に敵陣に切り込みました。激しい乱戦の中、竹子たちに気づいた新政府軍の隊長は、あれは女ぞ、撃たずに生け捕れと叫びました。敵兵が竹子たちめがけて群がり始めました。生け捕られるな、地上皇を来るな。竹子は叫びながら渾身の力で群がる敵に薙刀を振るい、何人かの兵を切り殺して前線しました。たかが女と侮っていた敵の隊長は、返り血を浴びながら猛然と切りかかる竹子の姿に驚愕し、ついに兵たちに発砲を命じました。銃声が鳴り響き、竹子は倒れました。竹子、孝子と雅子は泣き叫びながら竹子に駆け寄り、抱き起こして交代しようとしました。しかし竹子は苦しげに、解釈して保れと雅子に己の解釈を頼みました。二人はなおも竹子を引きずり交代しようとしました。ならぬ、解釈を。雅子は泣きながら竹子の首に刀を下ろしました。竹子の首が敵の手に落ちることを恐れた雅子は、首を着物の袖で包み味方の兵に託し交代しました。
高くしくまで退いた上司隊は家老の茅野権兵衛に戦況を報告したところ、並み居る会津藩将兵は皆号泣して竹子の死を悼みました。その後竹子の首は会津坂下町の崩壊時に手厚く葬られました。享年は22と言われています。竹子は鉄砲の前ではなぎなた無力と知りながらも、死んでいった仲間たちのため、会津のため戦わずにはいられませんでした。竹子はなぎなたの塚に次のような句を書いた短冊をつけて戦っていました。物の風の竹き心に比べれば、数にもいらぬ我が身ながらも、武士の数のうちにも入らぬ女の身なれど、いっぱい戦って死にますという竹子の自省の句は今でも私たちの胸を震わせます。